はい、こんにちは。今日もね、ギターを使って音楽のお話をしましょう。最近ね、ちょっとこういう感じのね、ちゃんちゃらんてる。リフというかを使うことが多いです。でこれはどこから来てるかというと、私は山下達郎さんなんですね。ただこのチャンネルをご覧の皆さんには、多分ロックがねお好きな方が多いと思いますんで、今弾いたのはミシェルガン・エレファントさんの太陽をつかんだ男という曲に登場する一節なんですが、まずこれを弾くにあたって重要なことは、弦を弾いてるんだっていうことを強く意識してください。まずギターは打楽器です。弦楽器ですけど打楽器です。なぜかというと弦を叩いているからですね。自分が弦に対して叩いているっていう意識を強く持ってください。で最近よくね若い、ありがとうございます、楽器屋さんなんかでね、若いプレイヤーがギターを弾いてるのを見ると、そもそも弦がここからここまでねあって、どの位置を弾けばいいか、叩けばいいかっていうことを理解していない、それを教わっていないのか自分で学んでいないのか分からないですが、そこが分かっていないがためにうまく弦弾けていないっていうのを見るんですね。ちょっとよくねこの辺で弾いてる方が多いんですよ。こういうふうにこれは、ここを弾くときもここを弾くときもここが変わっていないんですよ。これ皆さん考えて、弦のここからここまでをね、弾くときにどこを弾くと一番いい音というか、ノイズがない音が出ると思いますか？それはもう簡単に正解を言ってしまうと、ここの2点の中間なんです。すなわち何も押さえてないときは、ここを弾くと一番柔らかい音がするわけです。こっちを弾くと当然硬い音がしますね。で当然弦に対してアタックを加えるのも難しくなるんです。ここを弾けばすごく軽い力で柔らかい音が出るわけです。ということはこう移動していった時にこっちも移動していくべきなんです。こうですね、わかりますか？極端に言うと、これなんですよ。これができないと、ここでばっかり弾いていて、あまり心に響かないですよね。こちらの方が。やはり心に響きますし、自然なんです。弾いていて弦の端から端までに対して中心点でアタックを加えるのが一番柔らかい波形を描きます。端を叩くっていうのはそもそもね、自分で難しいことをやってしまっているんです。ですのでね、こういうね、こうしましょう。わかりました。こっちがこっちに合わせて変化していかないと、同じところを弾いていたんでは自分で難しくしちゃってるんです。変化が重要なんです。それが自分が弾くことを楽にすることなんです。
こちらが自然にできるようになると、あまり左手のことを意識しなくなります。ですのでほとんど私は指板をね、見ますよ一応は、ですが実際のところは見なくてもそれは弾けます。なぜかというとこっちとこっちは連動してるんで見る必要はないんですね、こういうふうに。ですがやはりお客様とニコジって見てもね、お客様の方もあんまりそんなに見ないでよっていうケースもあるんで、歌う時は当然観客席も見ますけど、ギター弾く時はこっちちょっと目をそらす感じでね、こうとかこうとかいうふうにするようにしています。ぜひね、そこのところを意識してギターを弾く、ギターを叩く、弦を叩くっていうことを考えながら、プレイしてみるとプレイの幅がすごく広がると思います。ブリッジに手を置いてね、こうアタックするだけではなくて、すごくこっち側を柔軟にね、柔軟に、これをね練習の中に加えてみてください。ありがとうございます、応援ありがとうございます。こう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 、極端に言うとこういう動きです。これを入れるだけでね、自分がすごく弦に対して柔らかく弾く、弦を叩く、これがねできるようになります。ぜひね試してみてください。これからもねこのチャンネルでは、ギターやね他の楽器、様々なものをプレイする人たちにね、私も勉強してますし、皆さんと共にね学んでいけるようなチャンネルにしていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。シーユースーンです。